いただきます。ですね。うん。ですです。ですです。初めて鹿児島来ました。4日間楽しみたいです。行こう行こう。すごい、薩摩藩って分かりますか、ね、昔の鹿児島県バレないようにして、はい、留学ってこの人たちが勉強しに行って持って帰ってきたからあるんです。すごい、すげえ。めっちゃ美味しいです。海よく見えますね。美味しいですね。焼酎作りの伝統の味や技や心を守りながら取り組んでおります。これだけ焼酎の蔵が多いとやっぱり、まあ、水がいい。寝かせれば寝かせるほど、まあ、まろやかで味わいとか、まあ、それだけ美味しい、お酒が。わかりやすい。いただきます。めっちゃ美味しい。うん、柔らかい。とても美味しいですね。うん、です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 。すごく楽しかった。そうです。今日はとても楽しかったです。島津義弘、鹿児島の一番有名な戦国武将。相手 の, あの真ん中に突っ込んでいって壮絶な戦いをして、でもそれぐらいものすごい強い武将。
ました。うん、いただきます。これ美味しい。皮をどんどん。商店が近くにあったら、うん、リンゴの環境もできるし、うん、そこができない、わからないこととかいろいろ調べるし、すごくいいと思います。うん、デコレーションされた可愛くて美味しいかき氷のことでございます。ねえねえ、鼻口おへそになってます。美味しそう。めっちゃ美味しい。両方見えるからバッチリです。できました。おいしい。今日はとても楽しかったです。リラックスできて、とても良かったです。あ、聞こえてる。
すごい。いただきます。美味しい、めっちゃ美味しい。楽しかったですね。うん、4日間すごく楽しかったね。すごいね。みんな優しい。そうです。いろいろな場所も教えました。とっても楽しかったです。いろいろな場所も綺麗ですね。うん、とっても住みやすいと思う。そうです。ここに住みたいです。うん、yes。皆さん、鹿児島来てください。おすすめです。おすすめです。